キャプテン、今日はバレンタインですよ。ご存知でしたか？もちろん、日頃の感謝を込めて用意しましたよ。でも、キャプテンには日頃の感謝だけじゃ全然足りないんです。キャプテンがいなければ、今の私はいません。きっと、ミヤカだって同じ気持ちだし、たくさんお世話になってます。だから、そういった気持ちを全部込めて、ありがとうございます、キャプテン。受け取ってくださいますか？嬉しいです。でも、気持ちと一緒で、チョコだけじゃ全然足りないと思うんです。なので、虫歯にならないための歯ブラシ、もしもの胃薬、寒いので腹巻き、靴下、まだまだ他にもいっぱいありますからね。ホワイトデーについてなんですが、用意しなくていいですから、その分休んでくださいね。私のチョコ、まずくなかったですか？ちょっと心配になってきちゃって。ミヤカがチョコにホッケを混ぜるのを止めるのがどれだけ大変だったか。感謝してくださいね。キャプテン、チョコを食べた後には、ちゃんと歯を磨くんですよ。もちろんミヤカにはあげましたよ。それとお世話になったのでオルタナのみんなにも。毎年ミヤカにはチョコをあげてたんです。でも今年からは作る数が増えました。